それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴガリガリに攻めているわけでもないが、そのテーブルのなぜかというのはこんなもんじゃないのか。ドキドキするぜ。知れば初めて一人乗務した時みたいな高揚感、交換の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超常的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然やったら、後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはトラックよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してくることは想定外だ。9個線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るのにたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだろ、関西最速ガンキラーって聞いてた。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。だったったー。何でも前に出てるぜ。行けよこの人。呼吸の底力見せてやれ。私小関を通過、汚染が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。ジョコ、信彦がプロジェクト D に一泡を吹かせてくれるかもだぜ。どうり。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、
コーナーで負けてるけど、このポジションなら5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよ、そんなの藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25キロと比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。ケースから俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急に手を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線の信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄板はレールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくて出来やすい。ある程度の重量がないと粘着がブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点。つまり東急保線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことだ。無助手のアドバイスもこういうことだったんだね。アドバイス？何が？チャンスは博楽、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど
少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。Okay.